普段ね、これガジェットポーチにいろんなものを入れて持ち歩いてるんですけど、まあガジェットポーチなんでね、こういう充電関連のケーブルとか、あとはね、これなんだっけ、あ、これあれですね、外でね編集するときのもしも用の有線のイヤホンとか、これ MK200 マイクの変換ケーブルですね、コネクタとか、そういうのが入ってたり、アンカーの1万ミリアンペアのモバイルバッテリーとか、あとはα74 のスペアバッテリーとかね、そういうのを入れてて、あとはねこれか、これね大きいの4ポートの、充電器使ってます。これすごく良くて、まあ、MacBook Air と、まあ、iPhone とか、あとはね、ヘッドホンだったりいろんなものね、 Apple Watch とかそういうのを一度に充電できるんで、すごく重宝して、いつも持ち歩いてます、まあ、なんですけれど、これ結構ね、こんだけ入ってると重いんですよ。結構重くて、まあ、バックパックの時は、まあ、これ背負って、これを入れてね、背負っていってるんですけれど、バックパックまではいらないなっていうような時あるんですよね。MacBook Air だけ、まあ、これと iPhone だけ持ってく。そういう時にトートバッグだけでいいかな、みたいな。そういう時があるんですけど、でも、なんかちょっと充電とか心配な時あるよね、ってんでね。で、まあ、充電で言うとね、さっきの、ガジェットポーチ持っていけばいいんですけど、まあ、言った通り重いんで、はいと、Amazon のね、タイムセールで待望のアイテムを購入しました。開かない。じゃん。ほっと。アンカーのね、この 45W の、充電器と、この100ワットのケーブルを買いましたと。まあ、あとね、この間 iPhone 14 Pro 買ったんで、USB-C っていうライトニングの充電ケーブルが来たんで、まあ、これとね、その充電ケーブル3つを、別なね、ちっちゃいポーチに入れて、ミニマルお出かけ用に、しようかなと購入しました。ついでなんでね、ミニマルお出かけ用の時の、ケースも紹介してます。まあ、これトートバッグに入れて持ち歩くんですけど、これね、どこだっけ、イナテックね、結構愛用してるイナテック製品、あ、さっきのガジェットポーチもイナテックで、イナテック製品は愛用してるんですけど、これ、ラップトップケースですね、まあ、これに MacBook Air と、あとちなみにここにいつもね、数学の学び直し中なんでこのノートをね入れて、こんな感じで持ち歩いて、それでね、でさらにね、さっき紹介したけど、この、もしもの時の充電器と、充電ケーブルと、まあ、これ iPhone もね、含めて充電ケーブル、まあ、ここに入れておいて、あとは、これまた、もしもの時の、ハブですね。ハブ。まあ、ハブっていうよりは、ここの、メモリーカードリーダーとして使いたいみたいなね、それと、で、ペン、ボールペンね、勉強用のペンと、あとはね、現金しか使えない喫茶店とか行く時があるんで、現金をちょろっと入れて、まあ、これでミニマムお出かけセット、はい、まあ、こんな感じで、使ってます。今日はね、早速ミニマル装備でトートバッグに、さっきのね、ノートパソコンと充電器とかね、そういうのだけ入れて、あとここに見えてるのはチャトラの餌です。はい、だけ持ってね、カフェさんの中です。意外と土曜日のね、まだ朝方なんだけど、すごい見慣れない猫がいると思ってね、見てたら、あれビニール袋だね。めっちゃ毛なめのいい猫ちゃん。気づいた、チャトラ駅ん？何？あっち行こうよ。ちょっとあっち気づきましたね、俺に。あっち行こう。駐車場は危ねえじゃん。ね、移動。ハウスだよ、ハウス。え、猫にもハウスって通じんの？あっち、あっち。ちょっとあっち、あっち行こうよ、あっち。こっち、こっち。比較的安全なところに。はい。こっちやん。なになになに？はい、はい、はい。尻尾。尻尾。
あ、食べちゃったんじゃん、あんた。あっちに、なんかあるじゃん、ご飯。ん？ほら。あ、そう。あ、来た来た。カバンから何か出てくると。さすが賢いね、お前が。今日はちょっとあげましょうか。お前の好物はこれ。あげましょうか。はいはい。ちょっと待って。これがさ、意外と揚げにくいってことに気づいたよ。カメラ持ってると。あ、なるほど。手からじゃないとありがたみがない。分かったよ。ちょっと待って。手からじゃないと食べないっていう、まさかの。手からしかね。はいはい。首が疲れるのかね、下の方になるとね。はいはい。手からどうぞ。ん？何これ、いつものだよこれ、持ってこいと。はい。なんだよ、いつもお前が好きな半生タイプなのに。いらないな。はい、じゃあ置いとくよ。もうちょっといる。あ、そう、もうちょっといますか。お、何、そう。あったかくていいね。ん？あったかくていいね。そっちは行かないよ、駐車場は。車じゃないから俺。はい。はい、じゃあな。そういうわけで、さらにパパ。この時間はまだ空いてるんだ。何これ。モーニングメニのレベルで、あ、お気に入りの席が空いてるんで寄ります。やたらち来てくれました。はい、右側通過。やっほ、何そこに止まってんの。結構出てきてくれた。もうもうなんだ。あったかい、尻尾がまあまああったかいんじゃない。おやつに釣られてくるのに、ほら、食うか。お気に入り。お腹いっぱいじゃ
ぱいだよね、いっぱいあるもんね。よくある、ほら、いいな。もうちょっと向き抜こう。いや、あら、いらないの、この置いたんだけど。よし、満足したようで。じゃあな。食べるよ。